はい、こんにちは。原田でございます。こんにちは、みーちゃんです。季節はすっかり春ですね。もう春ですね。ポカポカしますね。食べました？何をですか？あら、こんなところにいちごが。いやー、はい、いただきます。というわけで今日は甘酸っぱいいちごモチーフのコード刺繍シリーズ、こちらをご紹介していきたいと思います。この私の記憶の中ではですね、刺繍の作品では一番長く愛されている刺繍のいちごシリーズになってます。私たちのですねブランドの中にベースのある暮らしというブランドがあるんですけれども、これはお客様にずっと愛される、いろんなものに思い入れを込めて作るんですけれども、その中でずっと愛されているものについてベースのある暮らしというブランドタグをつけて販売をしております。刺繍の中では長く、とても長く、そうですね、10年ぐらい愛されているお品物となっております。もう10年も愛されてますよね。まあでも分かる気がしますよ。可愛いですもんね。はい、ありがとうございます。みーちゃんはじゃあどのアイテムがお好きですか？そうですね、先に刺繍部分のご説明をしていきましょうかね。こちらはカラー刺繍でイチゴとお花を表現しておりまして、立体的なコード刺繍で葉っぱや輪郭を描いています。このカラー糸がですね、また生地の色とも非常にうまく調和しててですね、甘酸っぱさと可愛さを落ち着いた色使いで表現しております。公式サイトでですね、この刺繍についてのちょっとした読み物を書いておりますので、よかったらそちらもご覧になってください。ではアイテムのご紹介に移りましょう。いちご畑みたいですよね。はい、いちご畑で、はい、いちごの刺繍が大変多い、どのアイテムもいちごの刺繍がいっぱいになってます。そうですね、こちらポスターとドイリ、壁敷きですね。花瓶敷きですね、はい。さあ続けてまいりましょう。いやどんどんまいりましょう。もうほとんどもう総刺繍に近いようなコースターですね。非常にあのいちごの可愛い、いろんな向きでいちごが表現されてますけども、可愛らしいコースター、こういった小さなカップとかこういう風なものにも置いていただいても可愛く使っていただけます。はい、続いてはドイリーですね。20センチと25センチの丸型をお作りしております。例えばドイリーというのは一般的には花瓶式として使われます。このような形ですね、こうやって使っていただくのもいいんですけれども、例えばソーサーの上に敷き込んでいただいて、カチャッと言わずにまた上に物が置けると、コーヒーカップとかそういう風な上に1枚敷いていただいても非常におしゃれに飾っていただけると。インスタ映えですね。はい、インスタ映えですね。はい、いろいろ映えるように撮影してみてください。はい、続いてはですね、たくさんアイテムがあるんですけれども、袋小物ポーチ類、みーちゃんどれをご説明してくれますか？まずはマルチケースですね。こちらあの小物類は全部あの2層になっているんですね。2層、はい、はい、巾着とかも、2層というのはここの表の1層で、はい、中にもう1枚、そうですね、生地が入ってヒットカットしてありまして、あの、はい、より下に椅子に下地、薄い下地を入れることでより立体的に表ですね、はい、刺繍部分が生き生きした様子ですね、はい、動きがありますので、とても可愛らしく 表現ができてます。はい、こういうふうなミニティッシュポーチ、ミニティッシュケースですね、それからカードケース、コインケース、チップポーチ、巾着、フラットなマルチケース、ちょっとですね、アイテム的には文庫本サイズのブックカバーなどもご用意してます。ちょっとびっくりしましたね。はい、メガネケースもご用意しております。はい、続いてはティッシュカバーと、この釣り型、ハングティッシュ、釣り型のティッシュカバーになってます。私、例が便利ですね。これ、使いやすい。私たち あのティッシュカバーの作りは、そこそこ大きいティッシュ箱も入るので、こういうふうなこうスリムなタイプのティッシュ箱も入ってますし、ちょっと言ってごめんなさい。こちらちょっと厚みがありますもんね。はい、こういうふうな、サイズまで大体対応できるようになってます。お手洗いもちょっと、いちご畑の印象にまとめてみたい方は、こういう風なペーパーホルダーカバーをご用意しております。こちらの蓋の部分のカバーと、こち
こちらがストックですね。ストック部分、面ファスナーで、取り付けができまして、非常に簡単な取り付け、簡単になってますので、お手洗い可愛くいちご畑にしてみてください。最後に化粧ケープをご紹介したいと思います。お化粧するときにさ、よくファンデーションとかですね、うん、落ちるんですので、うん、気づかずにも洋服汚れてしまうからですね、はい、こっちのアイテムもですね、あの化粧するときにとても便利がいいアイテムですね、女性にとってですね。でプレゼントする方も多いようですね。はい、はい、喜ばれますかね、男性がプレゼントすると、うん、喜ばれます。気が利くねって思われますよ。あ、そういうことですね。はい、はい、男性の皆様もこういうのプレゼントにいかがでしょうか。いかがでしたでしょうか。本日はコード刺繍いちごのシリーズのご紹介でした。また食べます。後で、今日7本撮りなので後でしましょう。はい。今回ご紹介できなかったアイテムも、公式サイトに掲載されておりますので、ぜひ概要欄の URL をチェックしてみてください。インスタなどの SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧くださいませ。はい、この動画がいいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。